1940年、42歳。代表作ステーツボロブルーズのラベルブラインドウィリー・マクテルは、アメリカ合衆国のブルース歌手、ギター演奏者。マクテルの音楽スタイルは、アメリカ東海岸のブルース音楽を規定とするものの、それにとどまるものではなく、ラグタイムやゴスペルなどの黒人大衆音楽から、田舎の白人の民族音楽や流行歌。 ヒット曲までに及ぶ広範な大衆音楽に神話的な面があり、裏声も使う高く濁りのないマクテルの歌声は、同時代の白人のカントリーミュージックの歌手、ジミー・ロジャーズを想起させるものがあった。また12弦ギターの演奏者としても卓越した技量を持ち、後世のフォーク音楽のギター演奏者によって高く評価されている。子供時代についてはあまりはっきりしたことが分かっていないが、 出生時あるいは非常に幼い頃から目が見えず、展示学府の読み書きを習得した。ピードモント大地で流行りだったシンコペーションの効いた流れるようなフィンガースタイルでギターを弾いたが、同時代のギタリストたちとは異なり、12弦ギターを専門的に弾いた。マクテルほど熟達したスライドギタリストはラグタイムのブルースマンの中では珍しい。彼のボーカルスタイルは、 多くの場合、スムーズでのんびりとしたテナーで、ミシシッピデルタのブルースマン、チャーリーパットンやミシシッピシークストは対照的である。マクテルはブルース、ラグタイム、宗教音楽、ナンセンス歌などのスタイルで歌った。ジョージア州トムソン生まれのマクテルは10代前半にギターの奏法を学んだ。彼はすぐにアトランタやオーガスタといったジョージア州の都市を中心に、 1927年にビクターレコードに初録音。ヒット作は出なかったものの、マクテルは1920年代と30年代を通じて様々な名義で多くのレコード会社から発売された。1940年、民族学者ジョン・エローマックス・トルビー・デリル、ローマックスによる米国議会図書館の民謡アーカイブが彼を録音した。 彼は1940年代と50年代を通じてアクティブなままでしばしば彼の長年の相棒カーリー・ウィーバーと共にアトランタのストリートで演奏した。さらに2回彼は録音された。マクテルの最後の録音は1956年にアトランタのレコード店の店長が録音した即席のセッションだった。3年後、糖尿病やアルコール使用障害に苦しみながら彼は 死んだ。ヒット曲がないにもかかわらず、1940年代と50年代にかけて積極的に活動したマクテルだったが、亡くなったのが1959年だったため、彼の死の翌年である1960年に始まるフォークミュージックリバイバルの中で発見されることはなかった。マクテルの影響は、オールマンブラザーズバンドによるカバー、ステーツボロ、ブルース、 ボブ・ディランの1983年の歌、ブラインド・ウィリー・マクテルにおけるリフレイン、そして私は誰もブラインド・ウィリー・マクテルのようなブルースを歌うことはできないことを知っているなどに見られる。マクテルの影響を受けた他のアーティストには、田島ハール、アルビン・ヤング・ブラッド・ハート、ラルフ・マクテル、クリス・スミザーや、ザ・ホワイト・ストライプスがいる。ザ・ホワイト・ストライプスのジャック・ホワイトは2013年に、 自身のレーベルからマクテル録音全集を LP で発売した。ありがとうございます。